はい、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ自己紹介から。はい、はい、3月21日より2つ目に昇進しました小鳥と言います。はい、はい、お願いします、はい、マグナム先生はですね、はい、ちょっと一度大変に失礼なことをしてしまいましてこれうん、まあお手伝い、まあ仕事で、うん、まあ普段タップシューズと板を必ず必要でありますから、そのタップシューズを取りに行きましたところ、私間違って、どういうわけか、その時は間違ったとは思わなかったんですけど、先生のですね、普段履いてる靴を、タップシューズではない、普段履いてる靴を持ってきまして、驚いた。私、正直言われるまで気がつかなかったです、はい、いや、いい加減気づけよと思ったよねてかむしろ俺試されてるのかと思ったから、はい、そういうことがございました、はい、大変失礼いたしました、はい、大丈夫です面白かったんで怒ってませんからはい、じゃあ花金さんお願いします、はい、同じく3月21日より2つ目に昇進いたしました、三遊亭花金と申します、よろしくお願いします、マグナム小林先生、寄席で、いつもこの、どんなにこう固いお客さんでも必ず笑いを取るという、大変に、素晴らしい色物の先生だなと思ってるんですけれども、私はたまにマグナム小林先生が、普段の芸ではないちょっとこう時間が余ってる時ですかね、たまにバイオリンで明治大正演歌をやられることがあるんですけれども、まあ、これはもう寄席に通い詰めてる人でもたまにしか見られないと思いますが、私それが大好きでですね、まあ、私も明治大正演歌が結構好きな曲が多いので、何かの会お手伝いした時にマグナム小林先生に、私も明治大正演歌の会を、明治大正演歌が好きなんですよというふうにお話ししましたら、非常にその場がこう私にとってはすごい盛り上がったなと感じて、その時マグナム小林先生がですね、じゃあ今度明治大正演歌の会をやる時には、君に前座をお願いするよと言ってくださいまして、二つ目になっちゃったじゃん。開催されなかったようでございます。やるよ。今後とももしそういう機会がありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。